皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。はじめましての人ははじめまして、マリサだぜ。前回は相変わらず義軍で戦っていました。にしても諸葛亮は強敵であった。何回やられかけていたことやら。今回は埋伏の計の仕上げです。必見の回でございます。それでは本編スタート。今回はステージ8です。後で気づいたのですが今回がラストステージでした。気合が入るわね。状況としては孫悟の兵として周囲の部下となったが、陸孫によって義軍に埋伏の計の手駒となったわけだな。こちとら命がけやぞ。寝返り、国に、さて戦闘準備は攻撃力と守備力を高めました。脳筋目、さて出陣ぞ。当時殿、ジャス、職は滅んでいたな。職官の滅亡は264年ですよね。細かいことはいいんだよ。兼用での戦だな。葬儀流星の状態での寝返りか。この戦いに勝利すれば、乱世は葬儀の知性となる。行くぞ、今こそ。この地上に葬儀の外貨、高らかに鳴り響かせるのだ。こたび、拙者たちは敵の総大将の撃破を仰せつかった。大将と刃を交えれば、武人の本懐。武人の本懐。是が非でも、敵総大将と対し、これを撃つ。敵は鍛え抜かれた精鋭による長大な陣を敷いている。その力は、我らに勝るとも劣らないはず。気を引き締めて立ち向かうのだ。日々に磨いた武の真意は、決して我らを裏切ることはない。いざ進まん。我らの武にて、この戦を勝利へと導くのだ。しかし三国無双は読ませる文章を書くわねえ。ほんそれ。さてマップを眺めて作戦会議だ。ここの目標は寝返りだな。そらそうよ。勝利条件は総大将孫権の撃破ね。いや寝返って葬儀撃つんだろ。そうじゃったそうじゃった。拠点が分厚そうだな。どう立ち回ればよいんですかね。陸孫さん、事前のプラン教えてもらえないと動けないっすよ。指示待ちは上司から嫌われるぞ。武器は変更しません。さあ参ろうぞ。参ろうぞ我らの部で。相手は各拠点にこもっている。どう合流するかだわね。さあ裏切り工作に動くわよ。この拠点ね、一芝居演じながら進めるわよ。猿芝居の間違いだろ。ここは途中、関東、女性とあと名前読めない人がいました。賞金な。関東、女性は今プレイアブルキャラになってるな。いきなり4勝と短期は普通だろ。無念な。背後からとわっておな。つけてらんぞよ。いいよ、このボコボコチンチン丸じゃねえか。こりゃあかんな。もう許さない。ダメだ、全然減らねえ。一発もらったらやられるぞ。やられるやられる。危ねえ、やられそうだ。やつもやられるぞ。援軍もいないぞ。うわぁ。おう霊夢よ。テイク2です。極まったか。漁港がやられました。おう漁港よ、死んでしまうとは。テイク3。やられました。テイク4。やられました。さて久しぶりの無双ですからね、ここから本気ですよ。よく喋るマンキーだ。まだ本気出してねえし、昨日より遅かったし、テスト勉強してね。ガキが、怠けるか潰すぞ。おお暴れとるな。さすがにラストステージだけあって硬いわ。ピンクインパクトの喫下症くらい硬い。めちゃくちゃ硬いな。
しかしうまくさばけてるぜ。てやんぜー。女性さんの無双ライフ、読んでましたよ。お芝居合い。おっきい。そが。あ、やばいっすね。放置してたほかほかの肉まん。あったかいなり。やめろ。肉まん取らんのかーい。なんで？あれ？私の肉まん、消えたのか？これは一気にまずくなった。一度引くのだ！まだ終わってはいない！追うのだ！一息に攻め立てよ！関東さん覚悟、その体力で突っ込むのか。何か言ったかい？すいません。さて次は誰だ？お前裏切れよ。忘れてたわ、工作場所へ。偽情報を流すぞ。旅行、さあ、もう疲れちゃって全然動けなくて。誰が信じるんだよ。待ってたら攻め込んできました。我に刃を向けるものは撃つ。これもわかんねえな。敵将撃ち取ったよ。賞金、女性を撃ち取りました。孫悟大壊滅。漁港が投資と戦ってました。変換を面倒したがるな。行こうぜ漁港。これが俺たちの波動だ。黙れ。聖地さん撃ち取ったり。撃ち取ったよ。工作地点へ戻るぞ。あれ、総大将危ういぞ。由々しき事態でござるな。そちらはお主に任せよう。なんなんだこれは。とりあえず漁港はどこだ。工作地点へ向かってるぞ。嘘情報を信じてるな。ははは、私は漁港を。うかつ、敵の服を得ないとは。どう見てもこの服、孫悟やろ。せやな。部下が敵と通じていたとは。情けないだろう、そういう目が無いんだ。けれども漁港、あなたの魅力はその心だよ、感情だよ。地球の人々は守り合っている美しいものに泣くことさえあるんだ。いや、それジュラル星人の名言だろ。詳しくはチャージマン剣の43話をご覧ください。さて元上司をタコ殴り、皆様の中にも上司をタコ殴りしたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。やめろ。これが必殺気象天図。ただの通常攻撃だろ。こうなれば敵の総大将は掃除だ。次があります。リクソン殿、向かいましょうぞ。敵はもう虫の息だな。一度引くのだ。まだ終わってはいない。ここはキャラを紹介しているのもなく倒せそうですね。芝居、総称、掃除な。芝居、掃除はもはや語りでもないが、総称は不祥荒い人だっけ。掃除の弟ね、不祥が荒くて武力はなかなかよ。掃除にはその部分を警戒されて冷遇されたんだ。うん。敵将撃ち取ったよ。さて最後は掃除です。偉そうに降爵垂れやがってよ。感心してただろうが。しゃあおら、やったな。撃ち取ったよ。アピールすんな。努力が実を結びましたね。ガチコラやめろや。BAD BAD GOD。お見事です。リクソン殿、いやどうなるかと思いましたわ。3回死んだけど、あなたの虚実を巧みに操った
立ち振る舞いのおかげですね。お疲れ様でした。なんか絵武器もらいました。やったぜ。まあもう使わないんですがね、一応取っときましょう。別モードで使えるし。それではエンディングをご覧ください。最終評価が見れるんだっけか。随分なこむられようだな。あれ、なんかトーンダウンしたぞ。最終評価は？語られぬものでした。これは、まあいいでしょう。のんきか。というわけで三国無双4のリッシュモードでした。いかがでしたか？やっぱ面白いな。離反するかのドキドキよ。策もいろいろ仕組めたりしたもんな。好評だったら別モードやマリサ編、あると思います。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。心だよ感情だよ地球の人々。